こんにちは、粟田洋介です。キャンバスに一本線を引きました。私は特に描きたいもの、描くものがないときはまずはなんか適当な形を描いたり線を引いたり、とりあえず色を部分的とか全体的なときもありますけど塗ってみるとか、そんな感じにしてまず絵を描くスタートのきっかけを作ります。それでそこからイメージを膨らまして絵を描いていくみたいなことをやるときがあります。まあ、今日はこうやってまっすぐな線を引いたんですけど、ちょっとまっすぐじゃないですけど、なんかミヨンって模様みたいな線だったり、まあ、端っこの方に描いたり、まあどっからどういう風に描いてもいいんですけど、大概もうちょっとなんか形みたいな線にして、そうするとなんか次に何を描くかが見えてくるので、そんな感じで描くきっかけを作るときがあります。で、今日はそういう動画なんで、まあ単純にまっすぐな線を引いてそこからスタートしていこうと思います。とりあえずこんな感じでスタートしました。なんかちょっとこの辺バランス悪いんですけど、なんかこんな感じでスタートした場合に、私の場合は最初ちょっとバランスが悪い方が、そのバランスを良くしていこうとするので、どんどん手が加わるので、それと同時にアイデアが膨らんでいくので、その方がかえって良かったりします。で、今ちょっと絵の具がまだ濡れてるので、絵の具が乾いたら続きを足していこうと思います。何を描くって始めたわけじゃないんですけど、だいぶ形ができてきました。で、今回この線から色を塗って、それから形って感じで描き始めたんですけど、まあ、最初の黒い線から線を増やしていって、それで形にしていくこともあります。で、今だんだんイメージが見えてきて、で、最初の段階では何を描くって感じじゃなかったんですけど、今こうしたい、合わしたいっていうのが今浮かんできてるんですけど、絵の具が乾いてからのが足しやすいので、ちょっと乾くのを待ちたいんですけど、今ね、こんな感じなので、ここに座ってちょっとじっとしてなきゃなりませんね。
なんか結構こんなになって筆ばっかりで使いづらいので、そろそろ新しい筆が欲しいなと思っています。でもまだまだ使えるので、今日はこれで仕上げていこうと思います。なんかいつもと違う感じの絵になりましたが、こんな感じに完成しました。なんかさっきサインしたんですけど、なんかちょっとここら辺に必要だなと思って、ちょっと書き足しました。タイトルは、下を向く人です。で、最初真ん中に一本線があった部分が、こんな感じにしました。ということで今日は一本の線からイメージを膨らませて、アクリル絵の具で絵を描いてみました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。